パウロトフォーリは、イタリアの男子バレーボール選手、指導者、フェルモ出身。ポジションはセッター。元イタリア代表。1985年、セリエパドバへ入団し、1990年にトレビーゾへ移籍。7年間在籍したトレビーゾでは、チームのセッターとして2度のリーグ優勝、コッパイタリア優勝、欧州チャンピオンズリーグ優勝など、 数々のタイトル獲得に貢献した。ローマ在籍時の2000年、自身にとって3度目のリーグ優勝を経験した。1987年5月22日、モンティキアーリで行われたポーランド戦で代表デビューを飾り、2004年に代表を退くまでイタリア代表として通算342試合に出場。世界選手権連覇、欧州選手権で4度優勝など、 1990年代のイタリアバレー前世紀のナショナルチームのセッターとしても活躍した。オリンピックには4大会連続出場を果たし、1996年アトランタオリンピックと2004年アテネオリンピックで銀メダルを獲得、2000年シドニーオリンピックで銅メダル獲得に貢献した。1990年に開幕した第1回ワールドリーグでは、 チームの初優勝に貢献するとともに、ベストセッター賞とベストレシーバー賞を受賞した。2009年7月21日、現役引退を表明。2010年に、セリエ A1 女子のスカボリーニペイザロから指導者のキャリアをスタートさせ、2012年に、永遠に男子のバレーブローロの監督を務めた。ありがとうございます。